どうも、やらです。ピポーン。はい、今回はですね、私なんですけれども、まあ、ありがたいことにね、よくお顔が小さいとこう言われることが多いんですよ。なんか画面ではちょっとなんかあんまり小さく見えないんですけど、会うと必ずと言っていいほど、お顔が小さいですねって言われることが多いんですよ。すいませんね。まあでも、かといってね、マスク、今のご時世やっぱつけるじゃないですか。で、マスクもなんか大きさとか、まあ、小顔に見えやすいマスクだったりとか、メイクが落ちづらいマスクとか、いろいろあると思うんですけど、その中でも今回は小顔に見えるマスクをご紹介したいと思います。なんかディズニーにシェリシュンと行った時に、絶対もうちょっと小さめのマスクの方がいいのじゃん、可愛いよっていうコメントがあったんですよ。でも本当にそうで、多分自分の顔の形だったりとか大きさに合ったマスクをすることによってマスクをしてても可愛く見えたりとか、今はやっぱ白のマスクだけじゃなくて、あるじゃん、カラーマスクじゃなくて、なんかあるじゃん、言い方なんかあるじゃん、なんかありますよね、言い方。血色マスク、あ、そう、血色マスク、血色マスクみたいなあるじゃん。私は血色マスクを最近つけることがあるんですよ。でもどうしても白で不織布で来てくださいみたいな時あるじゃん、学校の行事とかで。そういう時とかにね、おすすめのマスクだと思うので紹介していこうと思います。レッコー。今回5種類あるんですけど、とりあえずまず5種類見せますね。ビクトリアマスク、これあれですね、まあ、ちょっと前から結構つける方が急激に増えた形のマスクで、韓国なのかな、韓国発祥なのかな、これも。で、なんか結構まあオルちゃんの方とかが多分つけてるイメージがすごい多いんですけど、私も流行りに便乗しようと思ってこれを買ったわけですよ。私はね、あんま合わなかった、まあ後で見せますね。まあまずこちらで、これ多分コンビニでもね買えるやつですね。これはこちら3次元マスク、これはまあベビーピンクのカラーなんですけど、これは薬局とかコンビニでも買えるかなっていうマスクです。はい、でこれビフィットマスクです。これ多分最近見かける方が多いと思います。これね、マジですごくて、これね、カラーの展開が多いんですよ。だから服とか好きな人とかは合わせられるからね、この種類めっちゃ好き。でも家にめっちゃある、これ。じゃあ次、フェイスラインすっきり美しく小顔に見せるビースタイル、ね、これも多分結構見かけられるかな、私的には。ドーリーピンクカラーでございます。はい、そして最後ビースタイルフェイスフィット、はい、こちら、これは私初めて買いました。じゃあつけていきます。私が実際に使ってみて、個人差あると思います、それぞれやっぱりなんですけど、私的には、まあ、あんま合わないかなって思った、これからちょっとつけますね。こちらはですね、このお袋にも書いている通り一本層になっています。一枚一枚こういう風に袋に入ってるから、替えとしても持ち運べるし、清潔だよね、友達とかにも渡せるから。はい、じゃあこのマスクはですね、高性能4層フィルターノーズフィッター入り、顔にフィットし外気の侵入を防ぐ性能があるみたいです。あと柔らかい不織布で、ダイヤモンド形状でしっかりフィット、美しいフェイスラインっていう感じのマスクでございます。じゃあつけますね。はい、ということで、やっぱりね、それぞれ顔の形だったりとかあるんで、これね結構多分評価が高い方のマスクなんですけど、私には合わないなっていう感じのマスクです。で、なんで多分私と似てるような輪郭、例えば丸顔だったりとか、その中でも本当に顔がちっちゃい方とかは多分これは合いづらいのかなって思います。なんですけど、多分本当に合う人には合うのかな。だからこうダイヤモンドの形になってるから、こうなってるでしょ、わかる。だからそういう輪郭とかが綺麗に見えやすいマスクの形なのかなって思います。で、このマスクはですね、この柔らかい素材になってるので肌当たりもすごいいいし、紐もね耳にこう負担にならないような紐かなって思います。あとこれ多分こういうさ作りになってるじゃん、このマスク。だからリップがね、個人的にマスクにつきにくいかなって思います。はい、でこれはですね、5枚入りで660円です。まあ確かにね、1枚ずつこう袋に入ってるし、まあ、割と結構形もね、すごい凝っている形なので、ちょっとお高めのマスクだとは思うんですけど、ぜひね、ちょっと挑戦してみたい方は挑戦してみてください。はい、じゃあお次で、これね、これよく見るくない、これ。私よく見かけるかなって思うんですけど、これでもつけたことあるのかな。これは塗装になってないです、もうまとめて入ってる感じ。色はね、これでも白に近いけどね。こちらは、まあ、小さめなんで、普通サイズもあります。あと多分白もあるかな、普通に、色も。で、つけ心地のいいふんわり耳紐を採用。ふんわりタッチで長時間つけても痛くない。だからここの耳ね。で、肌触りが柔らか、高品質の不織布。で、口元もゆったりしているので、息苦しくもなく、話し続けてもずれにくく快適なマスク。で、メガネの曇りもブロックしてくれるっていうね、4つのポイントが入っているマスクです。ちょっとこれ今発見したんだけど、ここに、オープンっていう開け口がある。オープン、あ、
本当じゃん。ねえ見て、除菌シートみたいになってる。こうやってこうやってやったら別に友達にもさ、自分の手はつかないでままあげられるから便利じゃない、意外と。すごっ。はい、じゃあこれつけます。これはね、でもなんかつけたことある気がしてきた。はい、個人的にすごい良かった気がするんだよね。やっぱ小さい方がいいよね、マスク。自分の顔の大きさに合ってるやつが一番いい気がする。大きいとね、なんかこうなってね、いいですわ。私的にはやっぱりこっちよりもこういう普通の形の方が自分の顔には合ってる。さっきのと比較しちゃうと、さっきのよりも耳は痛くないです。こっちの方がまだ柔らかいから、個人的には長時間つけてても楽なのはこっちのマスクかなって思います。喋りやすさはこっちの方がある。でもどうしてもね、ここに空洞ができてる形だから、喋りやすさとか苦しくないっていう面ではこっちの方がいいかなって思います。若干ピンクのさ、カラーも入ってるからさ、血色もよく見えるから、こっちの方が私的には好きかな。こちら7枚入りで405円。安くない？1週間分あるんだよ。これめちゃめちゃお得やん。じゃあお次いきます。これはね、好きなんだけど、こちらビフィットマスク。家にマジでストックがありすぎてるやつなんですけど、私が好きなのはこの女の子がショートカットの方のマスクが好きで、そっちの方が小さいサイズなんですよ。このマスクね、ガチでいいの。これね、色のね、展開もね、5種類以上あるの。服によってマスクもおしゃれに変えれるからね、これ好きなんです。ちゃんとね、お袋にも入っているんですよ。これね、ガチでね、私大好き。こちらはですね、正面からも横顔からも綺麗な印象に見せてくれる。さらに1日中つけていても優しいつけ心地、小顔カット形状で正面顔がすっきりとした印象にさせてくれるマスクらしいです。顔のラインに沿うプリーツ構造、顔のセンターラインを印象付ける 3D ワイヤー、小顔カット形状。はい、まぁ、ちょっと普通サイズなんであれなんですけど、大体的なね、マスクの形は多分こういうものが多いんですけど、これね、小顔ライン形状かな。顔のここのね、ラインに沿ってる形なので小顔に見えやすいですよっていうマスクなんですけど、肌の色と一緒目のね、カラーのマスクをした時によりね、小顔に見えるかなって私的には思いますね。これがね、私的には一番肌に優しいかなって思います。本当になんかコットンみたいな、ちょっと言い過ぎだけど、本当にね、ついてる感覚がないくらい優しいんです。これ真ん中にワイヤーがあるからだよね。こんなんあったっけ。でもなんか耳とかはこっちの方が優しいけど、このマスクの部分の柔らかさはこれが優勝してるかなって思いますね。こちらなんと7枚入りで382円。安い。一回つけてほしい。レベチなんだよね。これ本当にね、肌に優しいよ。はい、次。B スタイル。本当だ、B スタイル。これ一緒だね、でも名前は。B スタイルの小顔に見せるプリーツタイプ。フェイスライン、すっきり美しく。ドーリーピンクカラー。なんで、血色マスクですね。ちょっと1枚出します。これはね、こういう感じでまたまとめて入ってますね。こちらのマスク、ハートのワンポイントがついてるみたいですよ。ほら、ハートちゃんついてます。かわいいですよね、とても。はい、じゃあこちら、上から広がるプリーツでスッキリ。プリーツトップの位置が高いのでスッとした鼻筋を演出。プリーツがもたつかないのでスッキリとした横顔に。縦プリーツ&引き上げタックで B シルエット。縦プリーツと引き上げタックでシャープな顎先にフェイスラインに沿うことで視覚的なリフトアップ効果を実現。で、肌触りはですね、滑らかシルク調素材を使ってるみたいですね。全然違いますね、こうやって付け比べしてみたら。でも可愛い、やっぱりピンク、顔色が明るく見える気がする。これと似てるね、形的には。だから顔のラインにマスクがこうなってるから、正面から見てもこうなりやすいし、横から見てもこうちゃんと顔ですよみたいなラインがありますよみたいな感じだから、小顔には見えやすいマスクですね、形的には。私今回、これは小さめだけど、つけてきた普通サイズの中でも小さめのサイズかなって思うので、自分の中では一番フィットしてるかなと思います。こちら5枚入りで298円です。じゃあ最後ね、これの立体タイプ。これがプリーツタイプで、これが立体タイプ。これもハートついてるって。開けますね。良くない？この綺麗さ。今日のクワちゃんがつけてるタイプに近いね。いや、私立体タイプつけたことないかもしれない。はい、じゃあこちらの特徴ね、ふわっとした優しい肌触りなのでメイクがつきにくい。で、印象的な目元を演出するラウンドカット。はい、ここで、ハートのワンポイントつき、顎のラインをすっきり見せる。あ、これね。え、これなんか形的には一番良さそうな気がしてきた。
で、立体タイプなので口元に空間ができるから息が楽ということでございます。これつけます。え、形的に良さそう。え、これ良くない？でもこれも一緒っぽくない？なんか普通サイズだけど多分ちょっと小さめに作られてるよね。ちゃんとここもさ、ピーチになってるし、上手にさ、形がさ、これと一番最初のこのダイヤモンドのさ、このマスクと組み合わせられたような形をしてる気がする。あとこう鼻もさ、こう自分で折らずにさ、もともとこうなってるからすごいつけやすいし、こう目元もこうね、なってるから確かに印象的な目元を演出するっていうのは当たりかな。あとね、ちょっと超えちゃったかもしれない、これの素材、申し訳ないんですけど、こうめっちゃ優しいわ。見て、だいたい普通のマスクってさ、もうなんか紙みたいな感じじゃん。これさ、見て、表はなんかこういう感じで、後ろがもうほら、ほわんほわんみたいな。触っててもうコットン、マジでコットン。これ一番肌に優しいかもしれない。これやばい、これ来たかもしれない。私今日からこれ買おうと思う。これ普通サイズしかないのかな。普通サイズしかないんだね。でも普通サイズでもすごいフィットする。え、これ良くない？だって耳も痛くないし、顔もめちゃめちゃ小さく見えるし、丸顔でも合うし、多分おもながさんにもね、合うマスクの形な気がする、個人的にね。これ私一番ビビッときちゃってるのに、どうしよう、まあ、みたいな感じです。で、こちらが5枚入りで298円。え、この素材で、この素晴らしさで298円はね、安いと思います。私はもっと出します。はい、ということで、5つ全て付け終わりました。じゃあね、ちょっと振り返りつつ、買ってながらも、これは何ランキング1位だみたいな感じでちょっと付けていこうかなと思います。じゃあまずね、こちら、まあ本当に私的に私のこの顔にはあ、まあちょっと合いづらかったんで、まあ、丸顔さんにはあまりおすすめはしないんですけど、ただメイクがね、一番落ちづらいマスクランキング1位かなって思います。この5種類の中で一番空間があったので、口元の部分に話しててもこう苦しさとかもなかったし、話しやすい空間もあったし、かつね、こうメイクもやっぱ落ちなかったのでいいのかなと思います。そしたら、まあこれでね、これよく見つけると思うんですけど、これ絶対見るじゃん。コンビニにする私はこれをよく見かけると思うんですよ。なんで、一番よく見かけるけども、顔にちゃんとフィットして、肌触りもよくっていうね、中で、一番こう手軽に買いやすかったりとか、そういうの中では、これが1位なのかなって思います。小さめのサイズもこう一緒にこうあるし、普通サイズもあるし、白もあるしみたいな、自分のタイプに合ったやつを そこで選べるから、これはいいんじゃないかなと思います。で、あとね、個人的に一番耳が痛くなかった、これがね。で、これですね。これはまあさっきもね言ったんですけど、ショートのやつが私が普段いつも愛用してるマスクなんですけど、ロングのやつは多分一般的によく使われるマスクで、小さめのやつもガチでこれ本当にいいです。しかも7枚入りで382円、1週間保ってますよ。しかも個包装っていうね、いっちゃんコスパのいい、もうなんか学生の味方です。小顔に見せようみたいな感じの味方のマスク1位かなと思います。しかもなんかちょっとさ、わかる、ちょっと見た目可愛くない？これ結構好きです。で、これもマジで本当に良かった。だってめちゃめちゃ小顔に見えてたくないし、小さめだとちょっと小さいけど、普通サイズだとでかいみたいな人って多分多いと思うんですけど、で選べないから服とかと違ってちょっと、だけどこれはそういう方とかに一番いいかな。だから女の子マジで使いやすいと思います。なんで、しかもデザインも可愛いじゃん。ハートとかついてたりとか、これちょっとなんか白に近いピンクだから使いやすいピンクだったりとかもするので、デザインだったりとか、まあ、使いやすさの中だとね、一番いいのかなと思いました。で、最後ね、この5種類の中で私はちょっと1位かなって思ったのはこちらです。これマジで本当に良かった。だってまずコスパ的にも、だって5枚入りで298円っていうこの安さにもびっくりしたし、何したってこれ素晴らしかったよ。本当にこれつけないとわからないくらい本当に肌触りが良かった。コットンを肌全体にまとわりつけてますみたいな感じのこの柔らかさ。しかも本当に多分タイプを選ばない形だからみんなつけれるし、マジで本当にもうこれはね、完璧です。100点。めっちゃ優しいのに耳も痛くないし、口もマスクにつかないからリップも落ちない。これ見て、これ喋ってんのに1ミリもついてないんですよ。やばくない？本当にこれね、ぜひ
買ってください、ぜひ。これちょっといいわ、こうこうしてたい、肌にこうなすりつけたいくらい柔らかい素材をしています。これ一番いいね、一番しかも肌荒れなさそう、髪じゃないから、なんか髪じゃなくて本当に柔らかいから、なんかこうやってやっても肌荒れしなさそうなくらい柔らかいです。はい、ということで本日はね、小顔に見えるおすすめのマスクを紹介したんですけれども、まあ、どうしてもね、私がおすすめだとしても、まあ、全体的にマスクのね、あの評価の中では高いマスクなので、あのみんなね、いいなって思うマスクだと思うんですけど、どうしてもやっぱ顔の形だったりとか、合いやすいマスクだったりとか、似合わないなって思うマスクあると思うんで、私がね、こうおすすめしてても私は見なかったっていうマスクあると思うんですけど、ぜひね、ちょっといろいろ試してみてほしいなと思います。以上、皆さんマスクでもやっぱり持って小顔に見せていきましょう。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバイ。